あの広幸さんの生きがいは何ですか少し参考にさせてください一言で考えませんお願いしますえっとモンスターハンターライズを始めました <laughs> あのチャージアックスにしようかなと思ってるねなんかタッチでやったんですけどなんかそのタッチの立ち回りを忘れてしまってあのその剣があのその斬撃のあのメーターが上がるのをなんか待つのが面倒くさくてでチャージアックス昔使ってたのであのチャージアックスでこうひたすらチャージをしていく方が楽なんじゃねえかなって派なんですけど ただ、あの、まあ、体験の方が簡単なんですよね。なので、ちょっとどれにしようかなって迷ったりします。はい、っていう感じの楽しい人生を送ってます。あの、もともと僕、ガンランス派だったんですよね。あの、一発逆転ガンランスを、あの、何にもないところで打つっていう <laughs>。あの、まあ、普通ガンランスって、そのモンスターが気絶した状態で打つとか、その、ある程度、その、必ず当たる状態で打つんですけど、僕、その。何にもない状態でガンランスを打って当てるっていうのが、あの、その、ギャンブル的に好きなんですよ。 そのまあ、あのヤンクックみたいなもう突進してくるって分かってるやつの場合はもうその自由に動いてるにもかかわらずガンランス発動してこう突っ込んでくるところに合わせてドーンみたいなので勝てなかったとしてもそのなんかタイミングがあったら気持ちいいっていうそういう遊びをしてましたすいませんだからあんま上手くないです僕